自身だ。こりゃ、余震ってやつだな、きっと。地震とか噴火とか、マジでやめてほしいぜ。あんなもん、なんで起こるんだ。あの地震はトラウマになっちまった。ちょっとの揺れでもビビるぜ。なんて、誰にも言えねえが。三河攻めの計画も台無しになったしな。最悪だ。地震がどんな仕組みで起こるのかは知らねえが。もし、あれの根源がわかったら、絶対ぶっ潰してやるぜ。おーし、いいぞ、おせおせ。オッケー。またちょっと揺れたか？まあ、気にすんな。信長様の最下層統一の時なんて、今の3倍くらいは激しく揺れたんだからよ。あれでも、ぶっ壊れなかったんだ。多分、地獄は耐震設計なんだ。この回の統一も、順調に進んでるぜ。地獄、楽しくて仕方がねえぜ。秀吉も早く来ねえかな。静ヶ岳のことなんて、もう全然恨んでもいねえ。地獄仲間、もっと増やしていいんだ。関白になったせいで窮屈にもなったが、やっぱり、いいことも多いな。九州の大友義重が、心中を申し出てきた。あいつは、信長様が生きてた頃から、こっちにすり寄っては来てたけどな。大友は、九州の覇権争いで、もう勝ち目がかなり薄くなったし。今回は義重が自ら来て、正式に心中して、俺が大友家に援軍を出すことになった。これで、九州疾兵の名目も立つし。九州に拠点ができて、戦も格段にやりやすくなった。去年、家康を叩けなかった代わりに、これで先に、九州を制圧できるな。信長様、あともう少しですぞ。信長様の夢であった天下統一は、この秀吉が受け継いで、必ずや果たしてご覧に入れます。勝家、また城を落としたな。あいつ、現世にいた頃よりよっぽど使えるな。よし、一気にこの回も統一してやるぜ。秀吉の軍は強いね。信長も強かったけど、武将の力に頼る部分が結構大きかった。秀吉は信長時代より、軍の組織化を推し進めてる感じだ。でも秀吉のやり方じゃ、中央独裁すぎて、勝てばいいけど、負けたら反感を買うだろう。戦をさせて、それに対価を払うシステムを徹底しすぎてて、永遠に戦を続けざるを得ないんだ。そこまで考えてるのかは知らないけど、秀吉は急ぎすぎて、視野が狭くなってる気がするな。そこがいずれ弱点になるだろう。俺はじっくり、力を蓄えるよ。戦地からの報告によると、九州の奴ら、異常に強いみたいだぞ。俺の本体を活かせてなくてよかった。あっちと同じ数なら、絶対勝てねえよ。仕方ねえ、九州が俺のもんになら、報酬も弾んでやるって。西国にも喧伝して、実力者を集めろ。おい、三成。お前はどう思う？はい、私も驚いています。私は実戦経験が乏しく、軍事面については事前に進言できず、申し訳ありませんでした。それは構わん。ぶつかってみなきゃ、わからんことも多いんだ。しかし、地震の影響が残ってて、本体が使えなかったのも、逆に幸いしたぜ。九州に出兵させた、毛利や長宗我部らの損害は、かなりでかいようだ。数が多いから、なんとかなってるがな。本当は中国、四国の勢力を先方に立てといて、俺が率いる主力で、美味しいところだけいただく予定だったんだが、そんなに甘い戦じゃなかったぜ。あの、薩摩の島津ってやつら、相当強いらしいのに。九州の最南端で、よくも今までおとなしくしてたな。兵の連動は高いし、統率も装備もいいし、領地も豊かだ。最南端っていうのも、考えようによっちゃ地の利にも恵まれてるしよ。俺に心中してきた大友家だって。あの島津と、ずっとやり合ってきたんだから、十分強いってことじゃないか。はい。ですから、その大友家が心中してきたのは、殿下の天運とご意向の賜物でしょう。
島津家も、おとなしくしていたわけではなく。同じ九州の、大友家、雄三寺家も、島津家と互角の力を持っていたため、膠着状態だったのでしょう。そりゃ、やばかったな。あの島津に匹敵する強さの大名が、あと二人も嫌がったわけだ。だったら、九州の中で争ってなんかいねえで。一致団結して北上しようとは、なんで思わなかったんだ。おそらく、長くいがみ合ってきた者同士が、急に団結しようとは思えなかったのでは。だからって、潰し合っててもいいことは何もないだろうと思うんだが。積年の恨みってやつなのか。家柄がいいってのも大変だな。成り上がり者の俺には理解できん感情だ。殿下は、考え方が柔軟なのです。それともう一つ、九州勢が北上してこなかったのは、自分たちの強さを自覚していないせいもあるかもしれません。三峡の島津、大友、雄三寺がほぼ均等に力を持っているため、自分たちが中央の軍を大きくしのぐ戦力を持っていると気づかないのだと思います。つまり視野が狭いってことか。物事を長期的に考える頭もないんだな。経済力も軍事力もあるのに、それを活かせてないわけだ。そんで、狭いとこでちまちま争った結果、島津が首位に立ったってとこか。そうでしょうな。いくら戦力は高くても、大局観に欠けるのが、九州の奴らの弱点だな。それさえわかれば、やりようもあるな。でもよ、自分らの強さに何百年も気づかんわけはないよな。はい。急ぎ調べてみたところ。九州は昔から豊かで軍も盛況でしたが、畿内や関東をしのぐほどではなかったのです。それが、ここ10年から20年で、あれほど強くなったのには、2つ要因があります。まずは、鉄砲をはじめ、海外の文明がいち早く入ってきているからです。境の港より、よっぽど早かったよな。そうです。貿易船の往来には、絶好の場所ですから。手に入れたものを装備すれば強くなり、売れば大いにも儲かります。従来の中国や琉球だけならまだしも、西洋の文明も入ってくるようになりました。これで力がつかないはずがありません。もう一つは人材です。幕府が衰え始め、戦乱が広がり、全国各地に優れた人材が現れました。もともと有能な者はいたのでしょうが、戦が頻発するようになり、特に優れたものが、頭角を表すようになったのでしょう。島津、大友、雄三寺が、今の九州で頭角を表したものなのです。よくわかった。激戦区の九州で勝ち残った奴らだから、当然、強さも半端じゃないわけだ。その中でも今、島津が最強になろうとしてるんだな。そうです。雄三寺はすでに島津に敗れ、大友も敗れる寸前でした。大友家に仕えていた、立花道雪というものが、病死したのが大きいようです。九州の軍神とまで言われた男らしいです。ほう、それは会ってみたかった。時々、そういう天才的な奴がいるんだ。その天才が、九州にもう一人います。なら当然、島津家中だな。はい、島津家の源当主の弟で、島津義弘というものです。軍神とはいえ、高齢だった立花道雪より、まだ若い島津義弘の方が手強いでしょう。わかった。その島津が、九州を統一しちまう前に、こうして介入できてよかったぜ。九州が島津の下で、一つにまとまっていたら、勝てなかったかもしれねえ。しかし、間に合いました。いくら島津が強いと言っても、こちらも弱くはありません。大軍を一気に投入して、即戦で勝ち切るのがベストだと思います。そうだな。でも今の状況で、大軍を一気に送るのは難しいぞ。さらに言えば、とどめの一撃は俺が下す。関白、豊臣秀吉が自ら九州を平定したっていう事実が重要なんだ。できるか？今は無理ですが、来年までには、殿下のご意向通り、すべて整えます。よし、お前が言うなら、任せる。承知しました。
勝家、すげえ働きだ。あいつ、死んで成長したな。俺がここを平定したとかなんとかは、もうどうでもいいからよ。美味しいところ、全部持って行っていいぞ。あざーし。